人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。まあジャガさん、でもまあそういう今日は話とか、うん、当時の話ばっかりじゃん、うん、クラスから。だって結局、うん、中学までしかわからないじゃん、うん、小中はほら一緒の子もいるから、はいはい、だけどまあ私中学みんな同じ面作るんだけど、うん、高校のはないのって聞いたら、うん、高校はいろんなとこから来るからなかなか集まんの難しい、ね、ということを聞いたら、うん、あそうなんだと思ったけど、うん、ね、高校私は行ってないから分かんないから、ね、だけどいつも呼んでくれていつも来てくれてありがとうなって男子の女子にも言われて、とんでもないよと声かけてもらってありがとうって今言ってきたけど、みんなあなたに会いたいと思うよ、絶対そうだと思うよ。いやいやいや、まあ、そんなん関係ないから、なんかやテレビ出てるとか関係ないから、そうかな、あの息子さん元気で絶対言われるでしょ。あ、全員言われた。だけど息子のことはいっぱい言われたけど、あんたのこと一言も。なんで。ただ一人、俺の友達がジャガークリニック行ったっつって。ありがとうございます。あのやっぱ時間帯がずれてやってるので、うんうん、はい、ありがたいっていうこと言って。ああ、ありがとうございます。ああ、よかったよかった、ちょっと嬉しいな。本当さって言ってたから、うん、ありがとうありがとうって、私まで俺言った100件ちょうだい。なんでやん。さあコメントいきますか、うん、あんまりコメントないんだよね。PTS さん、高校でモテるでしょ。ああ、そういう質問ね、いただいてるんですけど、モテるって言われつつモテないね、うん、モテないっていう言い方だよね、逆に言えばね。いやいや、モテるって書いてあるんだよ。モテるって書いてある、モテるでしょ。ああ、聞いてる、モテないでしょ、うん、いやだからそれ、モテるって言われてるやつとモテないみたいな。ああ。で、あるくない、そういう風潮。ある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 。てか、あと結構思うんだけど、うん、釣り合ってるカップルってあんまいなくない？どっちかが残念、ね、で女の方がブスで男もかっこいいとか、うん、顔は関係ねえんだよ、さっき言ったら。若い時はね、あれだ。いやもう最近もうルッキズムもダメだから、見た目のことを言ってはいけないと。そうよ、なってるからね。ブサイクは別に誰がブサイクとは言ってないから、うん、そうだね、まあ、あとでもブサイクのやつがいるよっていう話をしてるから。そんないろんな顔、個性があるんだでしょ。あ、ゴルフ部の彼元気かな。最近なんか入ってくれないね、これね。全然私の里ないです。おにぎりくんとかあんま来ないね。インスタライブも。いや、彼は私も違うことに興味があるんじゃない。関係をもう知ってますから。あ、そうですか。はい。あ、そうなんだ。なんか鼻についたな、あいつは。あ、そう。いいから、もういない人の話は。いない人じゃないですか。いや、来てないでしょ。まあ、あの要は例えば、まあ、結構女の子と一緒にいるんだよ。うん、私の方を見るんだよ、確かに、うんうん、それ声かけるのかなと思ったら、なんかその分かる、例えばなんかこう見てなんか指を指すまでいかないけど、うん、なんかそれ私の方向見ながら喋ってるってこと、大体私もあるよ、うん、もうそういうのがなんか話してバーってなっていなくなるんだよ、うん、それはすげえ鼻についてるよ。じゃあ今度ウインクしてるじゃん。いや、そこまであの俺としちゃないから普通。いや、なんかもう別に話しかけりゃいいのにさ。あ、めんどくせえなって感じね。うざいなって感じ、ね、うざい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 。まあそういう気持ちもわかるね。もうほんとクソうざい。まだ子供だからめんどい、マジで。でも多分ね、おにぎりくんはお前からなんか声かけられるの待ってんだよ、それはね。あ、かそうか、なめてんのお前。お前から声かけ、そうだけど待ってるんだよ、それは。私は別にお前と仲良くなれないじゃない。あなたがなれないの、私に声かけなさいよ。それはね、違うと思うね、そのね。いや、それ筋じゃない。タカピーって言わないの今。それ筋じゃない。だってタカピー、だってジャガーさん、だって逆に言われてみ、ジャガーさん仲良くなりたいです、だけど待ち状態だ。そんな無理、絶対仲良くなんないでしょ。分かんないじゃなくて、そんなわけだと。お前分かってんじゃん。いや、じゃあ分かってたら、じゃあ行くの。分かってたら声かけるね。本当かよ。私自分のファン年中の人だ、絶対自分から声かける。どういうこと。それだから知れてるからでしょ、仲が。私別に何の関係もないから、まあ、別に。でも数回話した程度。話するよ、サイン会に来た人とか、ね、みんな。それ買ってくれるかしら。私何の金にもなんない。いや、金にならなくても頑張ってくださいって言われた人に対して、どう、なんか。え、だから声かけられてるじゃん。私声かけられないもんだって。でもじっと見てんだろ、なんか言おうって言えばいいじゃん。絶対ジャガさんそんなことしないと思う。いや、睨まれた時はないけど。いやいや、なんか睨まれるじゃなくて、なんか煽られてるような感じだよね。なんか質問とか募集したらないか。私もう終わるんだ、11時4分。あ、そっかそっか、まあ10分までやろう、あと6分。まだあるね。早く、ジャガーさん48周年の記念試合の日程が決まりましたが、汚いな、汚い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 。決まってんの。はい、6月18日です。結婚入籍記念日。結婚記念日ではない。結婚記念日って入籍と違うの。入籍は式をした日なの。結婚記念日、式を、まあ死刑の日に入籍する人が多いから、
でも私は6月18日に席だけ入れたんだよ、うん、そんで披露宴はやっぱ人数も多いので日にちを見てちょうど1ヶ月後7月18日が披露宴だよね。だけど結婚記念日をどっち言うんだかなと思ったら形的に結婚って入籍なのかもしれないよね。だから6月18日、ただ7月が後楽園取れなかっただけなんですけど6月18日結婚20周年記念です。ただ別に興行とは何の関係もありませんが6月18日後楽園ホール夕方の6時半から試合ゴングでございます、カードは今練っております。まあ、私が、いい選手だなという選手を呼びますので楽しみにしていただければと思います。ただやっぱり一つの興行に全員は呼べないのでなかなか人を選ぶのも難しいところですけど、今結構女子プロレス面白いと思います。テレビでやってないのでぜひ会場に来て見ていただければと思っております。6月18日コロケホール6時半ゴングです、はい、これだけ決定しております。はい頑張ってくださいねと。はい、ありがとうございます。ジェイコさん、子供がようやく高校決まりました。中学入学してからずっと心配だったんで、やっとホッとしました。ああ、おめでとうございます。ホッとしますよね、お母さんもね。ちなみに私は中3だったら、あと2ヶ月続いてますね、受験とか。そうですね。うん。苦だったね。そうだね。3月末まででしたね。うん。今日お前、バカなのかな？うん、そうだ。そうするとね、私の血に血だって。いや、なんてそういう表現をしたらダメなんですよ。いや、あたやしのこと。バカとか言っちゃダメなんですよ。あたやしのことだから。はい、じゃあ次いきますか。ジャガーさん、同級生の自慢ですね。いやいやいや、もうその自慢とかっていうか、みんな立派にやってます。で、40年経ってやっぱいじめだよっていうのを謝れるってすごいことだなと思ってね。ずっと思わせて、逆にこっちが恐縮しちゃうよ。大して私なんか、覚えてないのに、うんうん、やっぱり生きてるといろんなことあるね、本当に、うん、みんな元気に頑張るんだよ。相川さん、最近更年期の症状が強く悩んでいます、うん、ジャガーさんは気にしないようにしていますが辛いです。私は更年期がなかったので。え、そうなの？まあずっと更年期で感じます。ああ、それはね、それはあなたたちがイライラさせるから晩年、うん、まあそんな感じですね。でも私が怒るのはあんたたち2人以外ないので。はい、はい、終わり。もうね、はい、ジャガーさんめっちゃおもろい。おもろいかな、ジャガーさん。いや、あんたたちの前でつまんないだけだよ。おもろいんかな。私は10年で離婚してしまいました。最近老後どうしようとか不安になります。彼氏作っちゃうか、 お茶飲み友達を作るとか。一人見たことでしょ。うん、だけど別に何がいいかはわからないので。まあ、僕の母もね、一人ですけどね、ずっと。あ、父親が死んで何年ですかね、35年ぐらいですかね。強いね。まあ、強いね、確かにね。まあ、だから慣れるんじゃない。慣れるんですかね。恵子さん、中3と小6、小1の子供がいます。子供3人で野球をしていたんですが、野球をしている姿を見てなくて、うん、土のついた靴を見て、姉にもう落ち着いてるかと思ったら、まだ泥んこ遊びしてるんですねって言われて、少しバカにされたような感じしまいましたが、どう思われますか。まあ、その時の感情でイラッときたとかあるかもしれないですけど、人の捉え方ってまた違うので、これ違うよ、息子頑張ってんだよって普通に答える。まあそうね、野球だよで終わりだと思うけどね、僕だったらね。だけどその時の自分の感情があったら違うな、思うことは。ああ、野球だよって感じかな、思ったって言う、うん、って言う。JJ は野球だよって言う。いや、怒りながら野球だって言ってんだろって言うかもしれない。私やっぱジャガーさんみたいな、私親だったらあって言う。ヤンキー、なんつった、ヤンキーねえ、ちょ、もう一回言ってっつって。そんな怖いじゃないか。それね、喧嘩になるから怖いよ、そんなの言ったら。いや、だって、いや、だ、知ってないでしょ、野球をしてるってこと。いや、知らなくて言ったんじゃないの。だったら、前言わなかったっけ、うちの子供たち野球してんだよ、知ってた、それ。ああ、で、それでよし、ああ、ごめんごめんって言うと思うよ、それは。何がごめんだよ。でも、おい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 、でも悪意は、悪意はないんじゃない。でもね、今日だから捉え方なんじゃない。そんなんじゃ、お前いちいち切れたらダメだよ、お前。ただね、義理の兄弟だったらいろんなあるじゃん、
いや、親父が若かってる人だと思うよ。おい、こら。いや、あのね、昭和世代で言ってもいいんです。あ、そう。昭和の頃は普通だったから。私の頃なんつったの？でもイラつくから、ずっと。でもね、1986年だったらそれで通用します。あ、だからそしたらじゃあ、だってこうやって、まだ息子だし、ドローン加速してんの？おい、こら。あのね、この感じだと思うよ、多分ね。この人自体は。はぁみたいな感じだと思うよ。闇っぽいじゃん、この人自体が。だと思う。それでも別にまあ、気にならんよ、それ。あ、当時もならない。言った方も、あ、ごめんごめんって言うと思うよ、それ言われると。あ、そうなんだ。うん、じゃあ今、2024年バージョンは、はい。ドローン加速してるよ。あ、ドローン加速じゃなくて野球してるよ。これ正解。正解だね。あ、じゃあ。野球だよ、って言われて。これ私の、あって言わ、ダメだ。あのさ、いや、あは悪かないよ。変なとこで怒ってさ、変なところに根に持たない。この人。うん、だからなんです、僕の母に行くの、今。いや、違うでしょ、今、ドローン子遊びの話でしょ。いや、一時が万事。じゃあ次行きましょうか。はいはいはい。あ、恵子さん、野球をしてるの知っています。うん、らしい。で、わざと言ったらいいね。そういうことね。あ、それだったら喧嘩売ってるでしょ、じゃない。っていうふうに捉えられるよね。いや、兄弟だっけ？義理の姉。あ、義理の姉なら、あの、いろんな隠しがあると思う。多分忘れてたんだよ。いや、違うんだよ。いろんな隠しがある。わざわざ言う、そんなこと。それはあれだね、あの義理だし兄の奥さんなんだから昭和の考え方じゃない。そういうやつはもう膝切り。でもお互い様なんだよ多分。他人だったらやっぱり他人だからお互い思うことあるわけじゃん。向こう姉ちゃんだから余計思うし妹に対して。はい、もうこの話題はいいね、次行こう、はい。私も J チェックの進路気になります。海外に、そうですね、逃亡します。いけるか分かんないから、いけるって決まってからにして。いや、日本の方がもっといけないから。あ、そうだ。3人の会話に癒されますいや、でもさ、ほんとまあ日常なんだけど、これがまあそれでこうね、癒されてくれる人がいるってことはありがたいよね。どこが癒されるんだろうと思っちゃうけどね。日常の一コマの、あの1時間を切り取ったのが今のこのインスタライブです。そうなんですね。日常なんですよ、これが。でも日常って言っても私たちもこういう時しか集まんないよね。まあそうね、あんま話せない。みんなバラバラだし、普段各一人ずつの部屋があるので、全部自分の部屋にいます。そうですね。ただ私はリビング、ここにテレビが大きいのがあるので、ここで私は一人で。リビングの住人ですよね。そうです。いや本当ね、僕必ず追い出されるからね、そうそう。ハウス、あ、最近ハウス言わなくない？じゃあ、それは僕に言われたことないよ、ハウス。え、マジ？ないよ。私めっちゃ言われたことある昔からもう。いや、あんたイングリッシュじゃん。あ、だからか。あ、分かった、なるほどね。あ、なるほど、理解できました。だから私だって木下にはあんた部屋借りなさいよと言ってるね、いつもね。はい、はい、ということで、13分回りましたんで。あら、10分、はい、もう回りましたんで。ああ、早いね。コメント知る。じゃあ最後1、2分喋って終わりにして。いやいや、今日も今日もありがとうね。またね。ということで皆さん、インスタライブ、お疲れ様でした。来週は JJ 君はいます。あの、明日、来週はニキビがある。ああ、来週は私はいません。え、そうなの？来週、あ、違う、2日だよ。2日。あ、いないですね。広島に行きます。はい、わかりました。ということでジャガーさん不在なので、おそらく私と、ヒロカツが2人でお通りすることになると思いますほんでリモートで出ようと思うと忘れちゃうんだよ。そうね、ご飯食べに。大体忘れるね。ということで皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。はい、次回は、3月の2日ですね。もう2日ですね。ぜひ変わってもらいますか。早いね、3月ですね。ひな祭りの前日だ。もうそれでもうね、あったかくなってきますから。はい、もう花粉症に注意して。まだインフルあるようですからね。いや、もう花粉症飲んでる薬ね、もう侮れないですよ、花粉症とインフルエンザ。ということでしっかり体調管理して、いってらっしゃい。ということで、お疲れ様でした。 See you again。 バイビー。 See you again。 バイビーって言わないよね。言わないね。